ばんは。4月14日木曜日20時になりました。いやー忙しいね多忙でございます。眠いんですけど、もう超眠いんだけど、全然寝てねえんだけど、マジで全然俺テスト前だけど勉強してねえんだけどみたいな感じの状態。高校生とか中学生がよくやるやつみたいな、そういう手口みたいなぐらい寝てない。今日は3時間半とこのラジオの前に仕事が終わって15分ぐらい寝ました。寝ました！だけど眠いです。で疲れてます。はい、ですね、先週ちょっとね、みんなこんばんは、みんなこんばんは、ありがとうありがとう、みんなこんばんは、こんにちは、おいしです。なんかね、パペットマペット的なものをちょっと頼まれてたと思うんですけど、普通に買いに行く時間なかったから今日はですね、FM ギノワにあるもので代用しようかなと思っております。それでなんかちょっとうっすら見えてると思うんですけど、こいつでやろうと思いますので。でもね、今ねラジオで聞いてる方はですね、一体何のことかよく分かっていないと思いますけれども、まあ流れでさせていただきたいなと思います。で大概さ、この初めて聞いている方以外はさ、大概もうこのノリだろうこいつみたいな感じは分かってきたと思うから、うん、そうだね、うん、許していただければなと思いますはい、というわけでツイキャスからコメント来ております、ありがとうございます。ゲンさん、かなちゃん、お疲れ。だいぶ暖かくなったね。ほんとね、暑くない？やばくない？やばくない？暑いんだけど、ずっと半袖なんだけど私。沖縄大好きさん、こんばんは。下、はい、こんばんは。山田クイナさん、カーナさん、こんばんは。はい、カーナさんって自分で勝手にさん付けしましたけど、呼び捨てでした。山田クイナさんはカーナって言ってました、すいませんでした。勝手にあがめ立てまつってすいませんでした。沖縄大好きさん、カーナさん、トコトコ。どうした、どうしたんだい、どうしたんだい。ずっと前に水曜日のアジラジで話していたゲームキューブ完全復活しましたよ。おー、なんだっけ、なんか話したっけ、もう記憶なくなっちゃって、もうさ3日前ぐらいの記憶がもうないんですよ。私も全然覚えてないの。ゲームキューブ、あれだあれだ、あれだ、なんかゲームキューブを直してるんだってそう、直してるんだった、そうだそうだ、なんか沖縄大好きさんだったかな、なんかやってたもんね。ごめんね、何のことだか全然分かってなかった。めんごゲーさん、そのシカパペット代わりか。そうです、もうやめて、ネタバレしないで、チラッとしか見せてないんだからやめてね。武蔵さん、渡辺カーナーさん、リスナーの皆さん、ガトリン、あ、こんばんは、あ、ごめんなさい、すいませんでした、すいませんでした。もう一回やります。みんな記憶なくして、なくしてください。渡辺カーナーさん、リスナーの皆さん、こんばん、ガトリング、こんばんが、天空スタジオからの放送、お疲れ様でございます。ありがとうございます。無事に修理に成功したっす。おめでとう。これは強いんじゃないですか。普通に修理が自分でできるって最強だと思うんですけど。沖縄大輔さんはですね、なんかゲームをですね、とか、なんかゲームとか、そのなんか機械的なものをですね、頑張って修理するみたいな、そのスタンスで生きてるんですよね。まあ、生きてるわけじゃないですけど、まあ、最近始めたってことで、趣味みたいな、そんな感じなんですかね。はい。で、早速ですけれども、来てんのかな？ラジオネームしんのすけさん、来ているんでしょうか？もう来たらやろうかなと思ってたんですけど、大丈夫かな？来てるのかな？まあ、来てなかったら来てなかったで、まあそのね、来週パペット買ってきてウェイみたいにしようかなって思っておりますけど、いやマジで本当に忙しかったんだけど、やだもうやだ、ね、眠すぎるもうなんかもう収録ぐらいで働いてるからさ、一日動けなくなっちゃったりとかするとさ、もう全く動きに行ける時間がないのよね。まあ忙しい自慢とかあんましたくないからさ、しないですけど、忙しいんですよね。してるじゃないかい。こんばんは、リナさん、こんばんは、こんばんは、こんばんは。はい、すいませんでした、すいません。もうなんか眠すぎてさ、テンションが意味わかんないんだよね。でもね、いつも通りなのよ。アニバコで働いてる時とかもさ、稽古中もいつもこんな感じのテンションだからさ、なんか日常生活、日常生活もうやだ、噛むよ。最近マジで噛むんだけどさ、何言ってるかわかんなくなるのっけ。アニバコでさ、接客中にさ、あ、みたいな感じでさ、なんかでっかい声で喋る割には全然まとまりのない会話をしてしまうからさ、みんながんみたいな、待ってくれてるわけ、ごめんねみたいな気持ちになりながら喋ってるんだけど、多分疲れてるからなんですよね。はい、武蔵さん、神々よ私、源さん、私、カナ、月末に旅行の際のユニバのアトラクションで何が楽しみですか。そう、私でもね、これね、ユニバに行くだけの、ユニバに行くだけってなんだ、ユニバに行くことだけを楽しみに来てるんだけど今で、ユニバでとかでかかった旅費をなんとか
マイナスにしないで元を取るために今仕事頑張ってるんだけどね。もう私も金勘定とかもうお金をさ集めることにだけ意識が行き過ぎてさ、日常生活がままならないんだけど、もうなんか金だけが全てみたいな感じになってる。私お金とかあんま興味ない人だったのに、最近はさあのなんかもう一個の仕事の昼勤の方でさ、お金のさレジ締めとか、レジ締めとかで、まあ、レジ締めもそうなんだけどさ、レジのチェックするじゃん、中間のチェック、あれ楽しくてしょうがないんだよね。いっぱいあるさこの札束をさ数えるときが一番楽しいみたいな、もう数えるために私仕事やってんじゃないかぐらいの感覚で、も大丈夫盗んでないからね。でもそういうそれぐらい私金に最近執着してるからさ、やばいかもしれない、金子になるかもしれない、食べるかもしれない、食べてからさ横に広がってさ、なんかカレーパンマンみたいな感じになってきたら目がピョンって出てくるかもしれない。懐かしいやつできた。でもカネゴン好きだったんよ。でもさ結構カネゴンのさ情報というかちゃんと見てみたらさ結構ホラーチックだから、みんな見てみてね、カネゴン、カネゴン、カネゴン、はい、私の名前と似てるから覚えてください。ヤンバルクイナさん、パペットマペットの方いろんな番組で同じコメントしましたよ、おふくれ。あそうなんだあ、伊坂さんここで初めまして、伊坂さんこっちで初めましてね、リクエストとかやってないからね、ちょっとなんてコメントしていいかわかんないからちょっとあれだったと思うんだけど、来てくれてありがとうございます。基本的にね、リクエストはやっておりません。30分番組だから流してたら終わっちゃうのよ。だってすでに私さ6分喋ってんだよ、こっちとら6分これでさオープニング喋ってんだよ。基本的にオープニングショットってなんだよ、もうやだやだ、ウェルカムテキーラショットみたいなノリでずっと喋っちゃう、やだやだ、やめて。カネゴン、そうそうカネゴン好きだったんですよ。でカネゴンも好きだったんだけど、あれなんだっけ、あの黄色いやつ、ラーメン食べてるやつ、あのなんかドカベンみたいな名前のやつ、ドカベンじゃない、もうちょいちょいちょい、なんだったっけ、大谷慎二郎選手の件でちょっと落ちてました。もうわかんない、私知らない分野すぎてわからん。武蔵さん、お金たくさんの札束、特に諭吉を数えるの楽しいですよね。あ、プロレスラーね、諭吉ね、数えてるとき一番楽しいよね。でも千円札が一番いいかもしれない。千円札がさ結構あの数えやすいからさ、なんかでみんな千円札みたいな感じは渡してくるからさ、札束がさ多いのは千円札だわけ、千円札が大量にあるわけ、それを10枚綴りにして輪ゴムで留めて、さらにそれを5枚綴りであの輪ゴムで留めてレジのさ右端に入れるのが一番楽しいわけ、私さっきめっちゃ楽しいよ、うわー唾飲み込んでます。いやでも本当にね、でも自分浜子さん初めましてこっちでは初めまして。飯坂さん、10日の試合で、何これ、何て読むのこれ、なんかなんとか監督が損傷の怪我を負ったの、頸椎、ありがとう。日本語って難しいよね。あでも普通に漢字が読めないわけじゃなくて、ちょっと外あなんか遠かったからさ、なんか字体がそう遠かったからあんまちょっと感じが見えづらかったみたいな、そういうとこありますよね。ね、ですね、珍しくですねオープニングで人々がすごい距離帰らなかったんですけれども、こう逆にさこうじっくり8分ぐらい見てからさあの帰られるとちょっとショックですよねあ、8分でオーディション落ちたみたいな気持ちになるから。あ、そうオーディションで思い出したんだけどさ、私5月29日日曜日にですね、なぜかアニソンライブに出ることになりまして、何かなぜかと言いますとですね、なんかね、なんかあのアニバコで働いてる時になんかお客さんで、まあ、お客さんの方がですね、そうそう、ケイツイは首をあり、ごめんね、話広げられなくて、ごめんね、話広げられないタイプの人間なんだよ、自分の話広げるの精一杯すぎてなんだけど、何だったかな、なんかお客さんが、なんか歌ってくださいみたいに言って、あ歌いますみたいな感じで、あ、いいんですかみたいな感じで歌ってたら、なんかアニソンライブやるんですよ、僕主催で、みたいなこと言って、あそうなんですかみたいな。でよかったらなんかちょっと出ませんかって言われて、あー出ますみたいななって、でオーディションで微笑みの爆弾をちょっと歌わせていただいて、あこれがオーディションってことですかみたいな感じで、なんかノリのよくわかんない感じでやって、で歌わせてもらって、まあ、リクエストいただいて歌わせてもらって、そしたらまあじゃあまあ一緒によかったらやりませんかみたいになって、あーやりますやりますってなって、今連絡取り合っていて3曲歌えるんですけど、私でその3曲を何歌おうかっていうのを今じっくり考えてるところなんですよね。お母さんとカラオケに行ってですね、お母さんが OK 出した曲を歌おうかなと思っておりますので、よろしくお願いします。ゲンさん、アニさん、そう何歌うのって言ってるんですけど、まだ決まってなくて、イメージとしてはジャムプロと松本梨香さんと、なんか昔のタツノコプロの曲とか歌いたいなと思ってます。でも自分の好きな曲歌いたいから、だけど自分の好きな曲となんか自分が得意な曲とか聴いてて気持ちがいい曲ってやっぱ違うから、どうしたらいいかなってちょっと思ってるとこですね。
はい、そんな感じです。まあアニソンシンガーになっていきたいんですかね、私はね。もう髪型がアニソンシンガーみたいになってるからね。でなんか知らない間にさ、髪の毛がさすごいピンク色になってきてるしさ、なんかちょっと柄悪くなってるんだけどね、やだもう本当に困るね。そろそろ美容院に行きたいんだけど、美容院に行く時間もないんだけど、あーもう。というわけで、待て、もう10分経ってんの、やばいんだけど、怖ねえ。タツノコプロタイムボカンシリーズ、ポカン、ごめん、ポカンだよ、ボカン、ボカンだよ、タイムボカンシリーズか。いやでもね、あれ、あのあれ、シャランラシャランラ、へい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 、シャランラがいいかも子供だなんてみたいな、思ったらみたいな。ごめんね、ちょっと歌ったらさ喉やられてからさ、ちょっとお茶飲むね。ここ実は3ピッチ入ってます。はい、飲みます。はい、飲んでます。はい、飲んでるので BGM あげます。あー、すいませんでした。なんかさ、冷めた三品茶ってすごい苦味が強くなる気がする。なんか冷たかったらさあんま気にならないんだけど。お茶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 、源さんありがとう。キューティーハニー浜子さん、ジャムプロは想定通りだよね。まあね、基本的にアニバコでずっとジャムプロの話してるもんね。遠藤さんの歌もいいかなと思ったんだけど、ご唱和ください、我の名はウルトラマンゼットとかもいいかなと思ったんだけど、でもジャムプロの、まあ、すでにジャム、なんだろうな、ジャムプロのなんかね、ガローとかは歌う人がいるみたいなんだけど、私あのヒーローの、ワンパンマンのオープニングだったかなんだかの、なんかさ、ヒーローって曲を、がすごい好きなんですけど、よくカラオケで歌ってて、お箱なんですけど、これを、まあ、一人で歌っていいもんかみたいな感じの気持ちはあって、どうしたもんかなーって気持ちです。まあ、コスして歌ったら目立つんじゃないって言うんだけど、結構だから、なんだろう、サブカルバーの人たちに声かけてるみたいだから、みんなコスプレしてると思うわけごめん死ぬだと思うんだけど、ごめん、歌ったらダメだ、寝起きにこの感じで歌ったらダメだ、私これ喉が死んじまう。もうなんかさ、息が荒いんだけど、やだもう、やだ、ごめんね、もう歌わないようにする、ごめんなさい。まあ、コスプレしてると思うわけ、結構みんなで。コスプレもしたかったらしてくださいねって言われてんだけど、でも私そんなにコスプレしないから、自分が持ってるコスプレと、私カイドウカオルなんだけど、カイドウカオル、テニスの王子様のカイドウカオルと、あの志村新八のメガネしか持ってないんだけど昔は結構さごめん、ね、なんかイガイガしてきた。いやー、感想なんだよね、ちょっとだけごめんね。はあ、すごい、あーすごい、あ、世界が変わって見えるわ。マスクって怖いね、死んじゃうかもしれない、私もう酸欠で死ぬかもしれないんだけど、まあでも死んすけさんは来るのか分かんないから、まあ、やるか分かりませんけれども、来たらやろうかなと思ってますね、あのパペットのやつはね。そうそうそう、でコスして歌ったらって思う。まあでも多分私服とかで歌うと思うよ。アニバコも結局私服でさ、なんかやってるし、いつもあの仲いいキラちゃんとかも、あの浜子がね、あの キラちゃんをしてるんだけどあのキラちゃんとかは結構私服でやってて、まあ、キャストに合わせて私、まあ、ちょっとコロコロ変えたりしてるんですけど、まあ、基本的にアニメのキャラクターのコスプレっていうのはほぼしないから、もう私服ですね。なので基本的にずっと私服でいきたいと思います。カーボーイさん、ゴムカムのガトリングラジオの皆さんこんばんは。かなちゃん、こっちのミキサーってそんなやることないの？キャンさんがまた向こうにコイン投げてありがとうって言われてるよ。あ、はい、そうですね、私基本的になんかすごい全部やる人なので、だってもともとラジオ局で働いてますから、私なんてね。だから基本的にあの嬉しいことにですね、キャンさんは全てを丸投げしてくれてるみたいな感じですね。暇ってわけじゃないからね、カーボーイさん、やめて、勘違い生むから、本当にやめてくださいやだ、癖強いんだけど。まあ、でもやることないっていうか、もう結構やることある。でも基本的にみんな変わらずやることいっぱいあると思うよ。音量調節したりとか、一応音のなんか大きさ考えたりとか、タイムキーパーしたりとか、あとは音楽何かけようかとか、いろいろしたりとか、まあいろいろあるんで、行ってきますよ。ラジオって結構暇じゃないんだよいい声で最近喋ってないのよ、私。なんか一瞬 TikTok をさ作ってからさ、グーフィーの声とか声真似のさ動画を上げようかなと思ったんだけどさ、別に声真似の人になりたいわけでもないと思って、別にいい声になり、いい声の人っていう風に売りたいわけでもないから、かといって自発的にさ、私いい声なんですよって言えないしさ、痛くない？嫌なんだけど。だからナレーションとかねカボイさんごめんなさい、まさかそんなまともな答えが来ると。私真面目だからね、
あ、そうそう、ヤンバクイナさん、魔女っ子メグちゃん、そうそうそ う, そう間違えた、そう魔女っ子メグちゃんでした。キューティーハニーはなんだっけ、キューティーハニーのなんだっけ、こな子供だな、違う違う違う、魔女っ子メグちゃんになっちゃう。キューティーハニーってどんな曲だって、トゥル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 、違う、これルパン待ってどんな曲だったか分かんない。たかしさんこんばんは、今来たの、いいよ全然、15分です。あと10分ぐらいだと思います。あ、というわけで15分になってるから CM に行けない、行きたいです。で、待って CM のさ、あのボタンめっちゃ遠くなってんだけど、ね、待って遠くなってるから、ちょっと待って、あ、こっちを向いて、ハニーフラッシュだ、よし、ごめんね、待って、CM を流したい、遠いんだけど、なんで今日こんな遠いの、あ、近づいた、オッケー、はい、CM 流したいと思います。めっちゃ遠かったよ、めっちゃ遠かった、見えんかった、びっくりした、今日 CM 流さんでいいのかってぐらい遠かった、びっくりでござる、びっくりでござるって、びっくりでござるって自分で 何言ってんの。これか、そろそろ YouTube も撮りたいんだよな、でも家にいたらさ、もう何もしたくなくなっちゃってからさ、あーってなってる、疲れちゃったからできなくなってる。明日もね、あのアニバコ出勤だからね、でしかも明日はね、あのキャストさんのなんか生誕祭だから、なんかドレス着るみたいな感じで言ってて、その衣装がどこにあるのかなって探さないといけないから、結局お家帰ってもなんか探さないといけないんだよね。というわけでもうそろそろ CM 開けますので少々お待ちください。お知らせがございます。ガタリングラジオでは現在スポンサー様を募集しております。いや、大募集しております。スポンサーになってくださった暁には毎週あなたのお名前、そしてあなたへの感謝を時間が許す限り綿抜きがささやきます。詳しくはツイッターのダイレクトメッセージ、ツイッターのリプライなどで綿抜きにご連絡ください。ツイッターばっかりですね、よければツイッターもフォローしてね、よろしく。マイク上げたくなかった、ぼーっとしてたかった今、どうしようかなと思って、あと8分間ぼーっとしてやろうかなって一瞬ちょっと思ったけど、やっぱラジオやろうと思いました。はい、というわけで、現在の時刻20時18分でございます。残すことあと8分でございます。ガトリングラジオでございます。よければ聞いてくださいね。よかったらありがとうございます。皆様聞いてくださってありがとうございます。そこの皆様ありがとうございます。見てますからね、見てるからな、怖いんだけど、ござるでございます。いやー、というわけで後半はですね、何の話をしようかな、現象の話をですねちょっとしたいなと思ったんですけれども、私が全然寝てないですアピールをするとか、あとはなんか忙しいですアピールはいいんだけど、なんかこう俺やってなかったんだよね宿題みたいなとかさ、なんかそのさ、なんか分かるその悪ぶっちゃう感じのやつ、私無意識で結構それやりがちなんだけどさ、これの現象って何なのって思って、その名称をちょっと考えたいなと思ってるんですけれども、なんでしょうねあれはね、なんか自慢したいのかな。例えばさ、気持ち的に私はですね全然寝てないですっていうのはアピールというよりかは本当に寝てないんですっていうことを言いたくて、でもなんかこれを聞いた人ってさ、実際はなんかこう、こいつなんか寝てないアピールしてるわうざみたいになる可能性があるじゃないですか。これってじゃあどうしたら私は疲れてるんですかアピールができると思うの。でも疲れてるアピールされるのが逆にもう嫌だと思うから、まずもうその段階で疲れてますアピールをしない方がいいのかもと思ってるんですけど、でも疲れてますってアピールをしたいわけですよ、疲れてるからね。でかといって疲れてるのに疲れてないですアピールをしたら、こいつはなんか暇なんだなって思われたら、それはそれで不本意じゃないですか。じゃあどうしたらいいのかって話ですよ。じゃあどうしたら、あなたも大変だと思いますけれども、私もですね最近ちょっと疲れ気味なんですよみたいな感じでさ、こうちゃんと会話しないといけないと思うんだけどさ、でもラジオだからさ一方的に話すしかないじゃないですか。あ、セルフかまってか、現象名セルフかまって、セルフかまってか、いやセルフかまってなのか、いやかまってほしいわけではないんだよね。なんか忙しいですねって言われたいわけでもないんだよね。自分の中で完結したいみたいな、あ私今最近忙しいんだって自分で解決したいか、完結、自己完結、自己完結アピール、自己完結アピール、あこれ自己完結、わかんない、
あでも私はそうなんだけど、例えばちょっと学生とかがさ、俺全然寝てこなかったとか言って、実際これ寝てると思う？どう思います？なんか実際さ、こんななんか勉強してこなかったとかさ、宿題やってきませんでしたとかさ、全然これってさ、あの保険なのかな、保険体育の話じゃなくて保身とかそういう系なのかなと思って、なんか俺全然勉強しなかったけど結構点数取るとはみたいな、そういうことなのか、もしくは普通に言い訳をしてるのか、なんかその悪ぶりたいのかね、忙しいんですね、頑張やめて、浜子さんやめて、浜子やめてよ、ちょっとなんかこうやって言われるとなんかちょっと、あ、言って言わんければよかったみたいな気持ちになっちゃうからもうなんですけど、いやでも学生のやつとは少し違う感じ、でも学生も学生でそんな悪気があって言ってるわけではないと思うんだけど、いやでもなんかすごいねみたいな感じで言われたらいいのかなみたいな、いやなんか何言いたいのかよくわかんないんだけどさ、あの現象は何なんだろうねって、よくみんなやったりしたことない？浴びたらかまって どっこいじゃん、いやか、浴びてんのかな、浴びてるってことになるのかしらね、まあ、あと5分なんだけど、私受ける、こんなよくわかんない話するべきじゃないわ、結論つかもうダメだ、カミカミだな本当に、ベロが回んないんだ、ありがとう、もあるわ。で、まあまあまあ、その結論はどうでもいいんですけれども、ちょっと皆さんの中にですね、ちょっと疑問を見栄えさせたいなと思っていて、いや、これは一体何なんだろうみたいな、私が忙しいって言えるのがですね、なんかアピールだと思われたくないっていう感じもありますので、よかったら皆さんの心の中に留めておけたらなと思いますので、よろしくお願いします。いや、めっちゃ喋るじゃん、今日、やだ。で、今後ですね、あれなんですよ、びっくりした、鹿がいる。しんのすけさん、結局来ないじゃないの。一応メール読んであげますかね。いや、メールが来たってことは、多分リアルタイムで聞かない可能性ありますけれども。こんばんは。先週はメッセージ読んでいただいてありがとうございました。先週、動物のぬいぐるみパペット、手にはめて動かす動物のぬいぐるみを使って誕生日をお祝いしていただきたいとリクエストしたんですが、どうなりましょうか、どうなりましでしょうか、ぜひ教えていただけると嬉しいです。福岡県からがですね、しんのすけさんからね、昨日来ましたけれども、やる？やるの？でも、来てないからな、誕生日、来てない人に誕生日をお祝いするのもあれかと思うんですけれども、どうしたもんかなとちょっと思っておりますけれども、まあまあまあ。別に、まあ、なんか言われたら、来なかったからやらなかったですよって言える。でも実はさ、聞いてるかもしれないじゃない、実は聞いてるかもしれないから、とりあえずでも今日用意してたものだけをちょっと見ていただきたいなと思うんですけど、この子ですね、この子、鹿ちゃんごめん、はい、これです。はい、痛い、肩組むの私か。ね、やだ、もう鹿がめっちゃさ、角で肩組んできたんですよ。こちらですね。この子ですね、こうやってね、そうなんだねみたいなことやろうと思ってたんですよ。無茶ぶりでね、アドリブでやってやろうと思ったんですけど、無茶ぶりでね、やろうと思ったんですけど、スパムなんだ。でも、鹿ちゃん面白そう。もうやめて。パペットの人、全国のラジオに送ってるスパムなんだ。そうなんだ、パパ T シャツ。ありがとうございます。鹿とだね。そういうこと？鹿とだから、鹿だから鹿とってこと？めっちゃ面白いこと言うじゃん。やばいな、みんな面白いな。やば。みんなやった方がいいんじゃないの？私結構無茶ぶりでさ、結構動いちゃってさ、オチが全然見つからないみたいなことか。鹿だけにそういうこと、パパやさ。でも教えてくれてありがとうございます。本当はじゃあ、福岡の人じゃないのかもしれないね。まあまあ鹿のね、リアルの鹿の頭なんですけれども。まあちょっと即興演劇とかを過去やっていたことがありますからね、やってもいいかもしれないんだけど、てか待って、あと2分40秒しかないんだけど、しかごめんな、お前に時間はない、ありがとう、ごめんな、はい、イエーイ、よし帰っていただきます。はい、ちょっと待って、そろそろですね、ちょっと待って、しか起きたいからちょっと音楽高めるね、ごめんね、鹿の角が落ちました。まあ、そう、そんな感じなんですけども、時間が時間でございますのでね、エンディング曲かけたいと思います。今日のエンディング曲はですね、遊戯王のなんか曲なんですけどね、最近いい曲だなと思って、ちゃんと遊戯王見てないんですけど、いい曲だなと思ったので聴いていただけたらなと思います。これ実際何の曲なのか、誰の曲なのかよくわかんないんですよ。漢字、英語だからさ、ポル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 みたいな感じね、しかイエーそうで、ポルポルみたいな感じなんですけど、オーバーロックですね。オーバーラップだ。間違ったですね。オーバーラップって曲をですね、1分30秒間聴いていただければなと思いますので、よろしくお願いします。ですね、もうちょっとごめんね、準備とかもいろいろなんかも、ようわからんもんなってね。はい、というわけで、オーバーラップでございます。BGM 下げましたので、よかったら聴いてください。よろしくお願いいたしまーす。オーバーラップ好きなんだ、ゲンさん。いい曲よね。
サビがさ、めっちゃおしゃれなんだよね。かっこいいよね、サビがね。今日めっちゃメイク薄いな、やばいな。カラコンしてるからなんとかなってるけどさ、昨日からちゃんとダイエット始めました。待て待て待て、サビいく？大丈夫？サビいける？大丈夫、いける？はい、というわけでですね、曲がですね、もう、間もなく終わりまして、曲はサビ切りに来ました。はい、というわけで、ガトリングラジオ残すこと30秒でございます。いや、バッタバタだったら本当に鹿出してこなければよかった。鹿出さなければ余裕があったのに。はい、というわけでですね、ちょっとオーバーラップを聞きながらですね、皆様よかったら、また来週も聞いていただければなと思います。よろしくお願いします。ちなみに4月28日は、お休みでーす！今週はありがとうございましたー！じゃあ、お疲れ様でーす。早さよ。ほんとね。早すぎるの、ほんとに。浜子、こっちで流れてないから放送事故してると思った。違うし！じゃあ、皆様ありがとうございました。お疲れー！昨日さ、私風呂入ってさ、頭洗ったんだけどさ、なんか記憶失ってさ、あのリンス流してないで出てきたんだけど、髪の毛乾かしてる時もさ、いや、なんでこんな、あれ、なんかぶっ飛ばすんの、え、なん、油でもかぶったんかみたいに思ったんだけど、あの普通にリンス流してませんでした。で、なんかその後、あのわざわざ、あのなんだろう、また風呂入って、なんかあれするの嫌だなと思ったので、普通にあのちょっと洗面所でバーってやったんですけど、全部流しきれてなくて、あの後頭部がすごいびしょびしょ。ぐだぐだになってたから朝起きてからうわやだなみたいな感じでリンス流したんですけど、そしたらそれはそれでなんか髪の毛が傷んでるからギシギシになって朝やばかったって話ですね。パパ屋さんありがとうございます。パパパパ沖縄 T シャツパパ屋さんありがとうございます。お疲れ様でした。ぐっすり眠りますように寝ます。沖縄デスキさんお疲れ様でした。ありがとうございます。銀さん、そう髪色だいぶ変わってきたんですよ。私結構なんかよくわからないようになってきた。武蔵さん、カナダさん、生放送お疲れ様でした。ありがとうございます。あ、待って、私あの USJ で乗り物みたいな話してなかったね。ごめんね、武蔵さん。あれが乗りたい。あの私あのハリーポッターのとこに行きたくてしょうがないんですよ。ハリーポッターとジュラシックパーク行きたいです。私夢に鹿が出てきますよね。いらないいらないいらない、猫がいいです。夢には猫がいいです。いや、あとでもまあなんでかんだであと30分喋りますね。30分喋らないけど30分間になるよ。うん、もうなんて言ったらあと2分ぐらい喋りますから、よろしくお願いします。まあまあ、すみません、あのキャンさん、あの鹿ぶっ倒してるのなんか角折れました。え、む？ハリーポッターとジュラシックパークいいよね。浜子行ったことある？行きたいんだよね、早く。マジで早く。でもなんだかんだでさ、もう2週目もう2週目入ってるの。いや、怖くない？早くない？なんでこんな早いわけ？年はすぐ取るね。結局あのスパムさん来なかったね。スパムさんって言ってるのかわかんないけど、あのしんのすけさんって方がですね、びっくりした。知り合いにしんのすけいたからさ、びっくりした。どこあいつが送ってきたのかなと思ったらびっくりした。山口さん、お疲れ様でした。また来週。また来週、ありがとうございました。あと1分半喋ります。なんだかんだ言うてあと1分半喋りますので、よかったらお付き合いいただければなと思います。よろしくお願いいたします。ていうか私さ、いつもガトリングラジオ喋るって話になってる。なんか自己紹介もしないよね。普通にガトリングラジオですみたいな始まって、こいつのは何者かよくわかんない状態だって喋り始めるけどさ、沖縄でタレントとか役者とかナレーションとかやってる渡辺ひかるです。よろしくお願いします。はい、自己紹介しました。来週はちゃんと自己紹介できるようにしようと思います。あといい加減さ、私なんか話すこと考えてきた方がいいなと思って、何も考えないでなんかバタリでバーって喋ってるからさ、だから時間のさ、なんかあれもあれになってくるんだと思うんだけど、あと1分です。あと1分間です。マジでハリーポッターとのジュラシックパークいいよ、本当にね。あのアニバコに来てくれたらちょっと あのお土産買ってくるからさ、あの FM ディナーにもお土産買ってくる予定なんだけどさ、あの USJ のお土産買ってきます。あ、やっぱキャンさんが仕事モードだよね。あ、USJ のお土産買ってきます。あざす、あざす、あざす、あざす。はい、って感じで、あと30秒ぐらいです。アニバコ来たらなんかちょっと多分数量限定でお土産あげるよ、気持ち的にね。よかったらアニバコも来てね。あ、明日がレイレさんっていう方のですね、あの誕生日なので、よかったら生誕祭遊びに来てくれると嬉しいです。バータリーで30分できるのはあるんです。あ、そうなの、皆さんのコメントのおかげです。ありがとうございます。はい、というわけであと5秒でございます。5、はい、4、はい、3、はい、2、お疲れ様です。ありがとうございました。